猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫のマイクロチップとは、猫のマイクロチップとは、直径2、長さ約8×12の円筒形の、外国のお米のような感じの電子標識器具です。内部は IC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の番号が記録されていまして、この番号を専用の読取通話で読み取ることができます。動物の安全で確実な個体識別、身元証明の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ、世界中で広く使われています。日本でも、近年やっと猫や犬などを中心として利用者が急増しています。猫のマイクロチップは GPS、位置情報測位システム、ナノ。GPS とマイクロチップは似て非なるものです。私も最初は、猫にマイクロチップを入れる、と聞いたとき、そうか迷子になったとき GPS がついてれば、すぐ見つけることができるよね、と思いましたが、全くの別物です。では、どう違うのか。首輪などについている GPS。GPS については、GPS 位置情報を追跡し、その個体の居場所を把握するためのものです。例えば、首輪に GPS 送信機を装着すれば、その首輪をつけた猫や犬のいる場所を定期的に発信します。そしてそれを飼い主さんが携帯などで受信することで、その個体の現在位置を特定して迎えに、探しに行けばよいのです。マイクロチップは、マイクロチップでは、迷子になった猫や犬の現在位置情報を把握することはできません。マイクロチップはあくまでもそれを埋め込んだ動物に関する情報を記録するものです。ペットに埋め込まれた超小型のチップには飼い主さんの情報などが記録されています。これを専用の機械で読み取ることにより、迷子になった猫や犬がちゃんと飼われていると判明して、飼い主さんの元へと戻ってくる確率を高めるものです。マイクロチップと GPS はどっちが良いの？マイクロチップが埋め込まれていれば、飼い主と離れ離れになってしまったペットが処分されるという、とても辛く悲しい事態を避けることが可能です。迷子になった猫や犬は最悪の場合、保健所で処分されてしまうこともありえますからね。マイクロチップで紹介することで飼い主さんの情報がわかるので、迷子だけではなく、猫や犬を捨ててしまう無責任な飼い主さんの出現を防止をすることもできます。GPS の利便性と落とし穴。しかし、帰ってこなくなった猫や犬をすぐに見つけることができるのは GPS でしょう。
ただ、問題となるのはマイクロチップと大きさを比較すると、GPS はマイクロチップほどの小型化はされていないので、首輪を装着すると猫は特に嫌がることがあり、外で自分で外してしまったりまた、悪い人間に外されてしまえば猫や犬の盗難が安易にされてしまいます。ということは、やはりこれはどちらにも利便性があり、どちらにもリスクはあるということになりますね。首輪の GPS の場合は、外れたり外されたらもう手も足も出ません。ただマイクロチップのリスクの場合は、迷子になってすぐには見つからなくても、自治体などに保護された場合は帰ってきてくれる可能性が非常に高いというところでしょうか。